これは襲撃の跡ですね。例の重機関銃が使われた跡っぽいな。爆発物を使わないだけマシだったみてえだが。やあ、ノイドたちじゃないか。フランツ、状況はどうなってるんだ。さっき話を聞いて慌ててやってきたんだけど。俺にもわからないって。ただまあ、昨日の真夜中にドンパチやらかしたみたいだな。今ダドリーさんたちが事情聴取をしてるぜ。やっぱり一家に先を越されていたみたいね。さすがのフットワークかと。俺たちもヘイユエから話を聞いておきたいんだけど、中に通してもらってもいいかな。まあ一般市民は通すなって言われただけだから、いいか。ダドリーさんには適当にごまかしておいてくれよな。ああ助かるよ。サオさん、今日のところはこれで失礼します。できればもう少し詳しい話を伺うことができればこちらも協力できるのですが。これは失礼。何しろ深夜のことでしたからね。襲撃者が何者だったのか、どうして当社が狙われたのか、皆目見当がつかないのですよ。それにしては随分と手際よく防戦されたようですね。1階と2階はひどい状況でしたが、この部屋など綺麗なものだ。重機関銃で武装した相手に一体どのように対処したのやら。恐れ入ります。ただまあ結局襲撃者には逃げられてしまいましたからね。こちらは何人も病院を送り、やれやれとんだ災難です。お悔やみ申し上げます。それでは失礼します。お前たち特務支援課。ああ、ロイドさん、それに支援課の皆さんですか。失礼します。サオさん、お忙しいかとは思いますが、少々話を伺っても構いませんか。ええ、もちろん構いませんとも。それではダドリーさん、事情聴取お疲れ様でした。失礼する。奴の相手はお前たちに任せる。せいぜい情報を引き出してくるがいい。な、はい。お久しぶりですね、ロイドさん。それに皆さん、記念祭の最終日はなかなかのご活躍ぶりだったそうですね。委員からの情報ですか。俺たち特務支援課は通常の捜査体制から外れています。それを踏まえて率直な本音で話をさせてもらってもいいですか。ほう、ロイド。この人相手に腹の読み合いは時間の無駄だろうからね。他にもいろいろ聞きたいこともあるし、今回は担当直入に行かせてもらおう。おいおい、ぶっちゃけたな、ロイドさん。たまに大胆ですよね。さすがはロイドさん、私が見込んだだけはありますね。いいでしょう。私も無意味なやり取りはあまり好きではありません。答えられる範囲であれば一通り答えさせていただきますよ。感謝します。お聞きしたいのは以下の3点についてです。昨晩の襲撃者ですが、ルバーチェで間違いありませんか。全く関係ない連中が襲ってきたという可能性は。まずその可能性を疑いますか。ラウ、答えてあげてください。は、襲撃者たちは覆面で正体を隠していましたが、間違いなくルバーチェの配下でしょう。武装が同じでしたし、何よりも癖が似ていました。そういうものは簡単に偽装できるものではありません。なるほど。しかし
そうなると少々下せなくなってくるな。あんたら兵ゆえの構成員は相当な武術家揃いと聞いている。そっちの兄さんもかなりの腕みたいだしな。恐れ入ります。一方ルバーチェの方は戦闘のプロではあるんだろうが、一人一人はあんたらほどじゃねえ。なのにどうしてここまで遅れを取っちまったのか。あのキリングベアのおっさんでも襲ってきたかよ。いや、かの営業本部長殿は参加していなかったようですね。彼の右腕を務める元良兵たちも参加はしていなかったようです。ルバーチェの中でも平均的な戦闘能力の者たちだけでしょう。だったらどうして。戦闘技術は並程度ですが、力とスピードが段違いでした。重機関銃を片手で軽々と振り回して力任せに突入してきたのです。おかげでこちらの守りを崩され2階まで制圧されてしまいました。そいつは力とスピードだけでなくタフさも大したものでしたね。おかげで少々危険な技を使うことになってしまいました。危険な技。どうやらあなた自身もかなりの使い手のようですね。インドのに比べれば素人同然ではありますがね。率直にお聞きします。今回の事件を受けてどう対処されるおつもりですか。何を聞かれるかと思えば、我々がどういう存在であるかを考えれば尋ねるまでもないのでは。報復というわけですか。人聞きの悪いことを言わないでください。我々はあくまで営利会社、危機管理の話をしているだけです。自社の利益を損ねる状況があれば妥当な方法でそれを改善する。何かおかしいことがありますか。本当に物は言いようですね。その妥当な方法の中に本社の援助を要請されるご予定は。兵ゆえ本体からの増援か。本当に率直な人だ。私にもメンツがあるのでね。今のところその予定はありません。もっとも状況次第では本社が無理やり介入してくる可能性もあるでしょうが。まあしばらくの間は直接介入は抑えられるでしょう。いずれにせよルバーチェの状況がつかめないことにはこちらも対処しようがありません。ちょうど今そのあたりを探ってもらっている最中ですよ、我らの頼もしい協力者に。インさんに。まあこういう状況にはうってつけのやつだろうな。今回の件とは直接関係ない話なんですが、せっかくなのでお聞きします。あなた方は本当にキーヤをご存じないんですか。あ、ロイド、それは。キーヤですか。それは人名ですか、それとも暗号か何か。失礼。どうやら本気のようですね。一応例のオークションであなた方が保護した少女の名前であることは存じています。我らの協力者があなた方にちょっとした助言をしたこともね。そちらの奥の部屋にはオークション後半の出品物がある。兵ゆえに流れた情報によると面白い爆弾があるらしいぞ。その目で確かめてみると。オークションの最後に出品される革張りの大きなトランク、その中にはルバーチェの立場を危うくする爆弾が仕込まれている。その情報は我々の元に複雑なルートで届けられました。情報提供者は不明。結局掴むことはできませんでしたが、逆にそれが信憑性を高めました。そこで念のため我らの協力者に確かめに行くよう頼んだのです。まさか爆弾の正体がそのようなものであるとは夢にも思っていませんでしたがね。ったく、どいつもこいつも知らぬ存ぜぬの一点張りかよ。仮にその話が本当だとして
情報提供者について何か心当たりはないんですか？さて、順当に考えるならばルバーチ側の関係者による裏切りが考えられそうですが、こちらに情報を届けた手紙といい、抜け目のない相手ではありそうですね。いずれにせよ、キーヤさんについて我々が知っている事実はそれだけです。どうか信じていただけませんか？わかりました。正直に答えてくださって感謝します。さて、ご質問はそれだけですか？ええ、いろいろと答えていただけて感謝します。概要については警察本部にも伝えても構いませんか？ご随意に。ねえロイドさん。はい。正直今回の襲撃は少々想定外の出来事でした。彼らの戦力とコネクション、そして思考パターンは読み切ったつもりだったからです。そして現状で彼らが思い切ったことをするはずがない、その予想が見事覆されました。ですから私は今非常にワクワクしているんですよ。ここ数年、私の見込み通りにことが運ばなかったことなど久しくありませんでしたから、これでようやく思う存分力と知恵を振るうことができる、そんな喜びすら感じているところです。おいおい、あなたは。とんでもないです。警察ごときに私の楽しみを邪魔されるつもりはありませんが、あなた方にだけは特別に機会を与えましょう。我々が本格的に動き始める前に何らかの解決方法を提示できるか興味深く拝見させていただきますよ。参ったな。ええ、いろいろと教えてくれたのは助かったけど、まさかあそこまで露骨に本格的な構想をほのめかすなんて。このままだと確実にドンパチが始まるだろうな。下手すりゃ今回みたいな市街地で。しかも兵ゆえ本体からの増援の可能性ありですか。相当気な臭くなってきましたね。サオがああ言った以上、まだ猶予はあると思っていいだろう。いずれにせよ、ルバーチェの今回の襲撃には不審な点が多すぎる。ヘイユエが本格的に動き始める前にいろいろ調べてみた方が良さそうだな。ええ、そうね。となると今日も各方面で聞き込みを？いや、やはりここは直接ルバーチェを当たってみないか。マジか。確かに以前も訪ねたことはあったけど、オークションの一件もありますし、さすがに無謀すぎるのでは。ああ、いくら手打ちの話があってもキーヤの件についてだけだしな。ただどうしても気になることがあってさ。気になること？あのガルシアの動向さ、何度かやり合って思ったんだが、彼は決して愚かでも無謀でもない。そして手下もちゃんと抑えて統率している印象だった。確かに元は名の知れた両兵団の部隊長だったしな。普通だったら意味もない襲撃をやらせるとは思えねえが。昨晩の襲撃を彼が指示したのか、それとも手下の暴走なのか、確かに知りたい情報ではあるわね。だろ。ルバーチ商会の周辺を聞き込んでみるくらいでもいい。今から行ってみないか。仕方ないわね。まあ周辺を聞き込む程度なら危険は少ないのではないかと。しゃあね、行ってみるか。
やっぱり普段より見張りが多いみたいね。しかも想像以上に殺気立ってる感じだな。焦りと興奮、警戒と不安、そんな感情がごちゃ混ぜに伝わってきます。間違いなくヘイウェの報復を警戒してるんだろう。しかし参ったな。あの様子じゃガルシアの動向を確かめるなんてとても。俺が何だって？ガルシア・ロッシ、チッ、でかいくせに気配を消しやがって。フッ、てめえらか。あんなことがあったってのによくものごのごとこの場所に面を出せたもんだな。言い訳はしません。あなたたちとの手打ちについてはキーヤに関することだけですから。わかってんじゃねえか。手打ちの剣を盾に勘違いして乗り込んできたら叩きのめしてやるところだったぜ。物騒なおっさんだな。てめえらがこそこそと嗅ぎ回ってる理由はわかってる。だがその件について俺から話すことは一切ない。とっとと帰還せろ。一つだけ教えてください。もしあなたが武装した敵の本拠地を攻略するとしたら、正面から力任せで行きますか？まともな両兵団ならそんな作戦は絶対に立てねえな。可能な限り有利な状況に持ち込んで最低限の被害で最大の戦果を狙う。そうだろう、刀身の息子。その名で俺を呼ぶんじゃねえ。だがまあ確かにそれが両兵の流儀ってやつだ。そうか、ありがとう。答えてくれて感謝します。おかしなガキだぞ。ただまあここから先は不用意に立ち入らねえことだ。マジで死ぬぞお前。なんだか少し様子が変だったな。張り詰めているようでどこか力が抜けてるような。そうね、言ってることは物騒だったけどさっきは感じなかったし、少し疲れているようなそんな感じもしました。一体何があったんでしょう。ちらしくねえ面しやがって。その理由知りたい？グレイスさん。あんたもいい加減神出鬼没な姉さんだな。それが記者魂ってもんよ。それじゃ例によって例のごとくギブアンドテイクといきましょう。そこのジャズバーで待ってるから。どうするの？まあ聞くだけ聞いてみよう。喋りすぎないように注意する必要はありそうだけど。ですね。お、来たわね。早速だけど、ヘイユエ襲撃について知ってることを喋ってもらおうかしら。事務所でツァオ氏からいろいろと話を聞いたんでしょ？いきなりですね。というか、なぜ私たちがヘイユエを訪ねたことを知っているのですか？いや、朝一番で話を聞いてツァオ氏に取材を申し込もうとしたらダドリーのやつが現れちゃってさ。どうしたもんかと様子を伺ってると君たちが後から入っていくじゃないの。そしたらダドリーたちが苦虫を噛みつぶしたような顔で出てきて、その後君たちもシアン顔で出てきたわけ。こりゃいろいろ聞いたと思わない方がおかしいでしょ。なるほど、そういうことでしたか。どちらにしても捜査上の情報を簡単に漏らすわけにはいかないのはご存知かとは思いますが。もちろんわかってるってば。だからギブアンドテイクじゃない。ガルシア氏についての情報
知りたくないの？それは相変わらず美味しい餌をちらつかせてくるのがうまいよな。例のオークションの顛末もいろいろと聞いてるわよ。ルバーチェがヘマをやらかして議長のご不興を買ったらしいけど、そのあたりの状況と合わせていろいろと知りたくない？はあ、わかりました。ただしサオシの話は全てほのめかされた非公式のものです。そのあたりは了解してください。なるほどね。思っていた以上にヤバい状況になってるわね。ええ、そうなんです。今のところはどちらも一般市民を巻き込まない配慮はしているみたいですが。いや、それにしたって今回の事件は唐突すぎるわよ。いくら真夜中とはいえ、うちの近くでの襲撃よ。しかも近隣には天下の IBC、 さすがに思い切りが良すぎだわ。ええ、そうですね。下手をすればクロスベルの金融貿易センターとしての信頼も揺るがしかねない出来事だと思います。そこなのよね、ポイントは。こりゃ私が掴んだ情報もあながち嘘じゃないかもしれないわ。グレイスさんが掴んだ情報、話してもらえますか？オッケー、今度はこっちのターンね。実はね、マフィアの内部事情なんだけど、最近若頭のガルシア氏の統制が行き届かなくなっているって噂があるみたいなのよね。それは本当ですか？ちょいと信じられねえな。あの化け物みたいなおっさんに部下どもが逆らえるとは思えねえが。まあそうなんだけどね。ただ旧市街の一件についても、鉱山庁の利権を狙おうとしたのもガルシア氏の指示じゃないらしいの。手柄を立てようとした下っ端が独断でした結果らしいんだけど、そうした若手ならではの暴走が目立ってきているらしいのよ。ふん。ちょっと待ってください。それでは昨夜の襲撃も若手の勝手な暴走だと？まあさすがにことが大きすぎるし、それはないとは思うんだけどね。ただそういう事情を踏まえると、ガルシア氏のさっきの態度はなんとなく理解できるんじゃない？確かに取り巻きもいなかったしな。ルバーチェ内を統制するのに苦労しているということか。でも例の会長さんの方は一体何をしているんですか？聞いた話によると、オークションでの失態を取り戻そうと必死になっているみたいね。機嫌を損ねたハルトマン議長へのご機嫌取りはもちろんだけど、新たに自治州内の有力者を取り込もうとしているらしいわ。新たな有力者、どのあたりなんでしょうか？端的に言うと共和国派議員ね。それに警備隊司令あたりとも何度か会合をしているって噂よ。なるほど。兵友への政治的な影響を抑えるのが目的でしょうか？警備隊の司令を取り込んだのは武器の密輸を強化するためか。ま、そんなところだろうな。あと、あのアホ司令はハルトマン議長の腰巾着って話だ。そっちに働きかけることで間接的に議長のご機嫌取りもしようとしてんのかもしれねえ。ええ、私もそう睨んでるわ。いやー、やっぱ君たちと話してると考えがまとまるわね。うんうん、情報交換した甲斐があったわ。正直こちらも助かりました。でもこうして整理してみるとやっぱり違和感を感じますね。違和感？どういうこと？一つ一つの行動については納得いく理由があるようですが、どれも場当たり的だし、組織として全く連携が取れていない気がします。俺がルバーチェに感じていたのは悪い意味での大都市ならではのスマートさだったんですが、それがほとんど感じられないんです。なるほど。言われてみればそうね。クロスベルというミラノなる木から甘い汁を吸うためのシステム、それを確立した組織にしては確かに場当たり的かもしれませんね。何かそのあたりを狂わせるような俺たちの知らない要素がある、そういうことかよ。ああ、あくまで勘だけどね。ヘイウェを襲った襲撃者の戦闘力も不自然に高かったみたいだし、ガルシアの奇妙な態度にしてもそれが原因じゃないかと思ってさ。
さすがはロイド君、鋭い読みをしてくれるじゃない。ねえ、警察をクビになったらクロスベルタイムズに入らない？そんで私と一緒にヒューリッツァ賞を狙いましょう。いや、遠慮しときます。っていうか、縁起でもないことを言わないでくださいよ。ところで、そのヒューリッツァ賞ってのは何なんだ？確かその年で最も優秀なジャーナリストに贈られる国際的な賞だったはずだけど。すみません、ちょっと失礼します。はい、特務支援課ロイド・バニングスですが。すまない、私だ、マインツのビクセンだ。ああ、町長さんでしたか。どうかされましたか？ガンツさんのことで問題でも？それが今クロスベルのカジノハウスに来てるんだが、どうも様子がおかしくなって、それで連絡を。様子がおかしい？一体どうおかしいんですか？さっきからガンツが他の客とポーカーをしているんだが、妙に暴力的というか物騒な雰囲気になってきて。すまない、とにかく様子を見に来てもらえないだろうか。了解しました。カジノハウスですね。近くにいるのですぐに行きます。ああ、よろしく頼むよ。マインツの町長さん、カジノがどうとか言ってたみてえだが。ああ、例のガンツさんが客同士の勝負で暴力的なことに巻き込まれそうな感じらしい。え、相手の逆恨みでも買ったんでしょうか？あの態度でバカ好きならいかにもありそうだな。うん、それは急いで様子を見に行かないとね。それじゃカジノにレッツゴー。あれれ、どうしたの？いえ、その、言っても無駄だろうから気にせずに行こう。来てくれたか、ありがたい。いつ喧嘩が始まるものかと。それでガンツさんと相手のお客さんは？あちらの奥にある特別室で一対一の勝負をしているんだ。早くしないとガンツが相手に暴力を振るうかもしれない。え、ガンツさんが相手の逆恨みを買ったんじゃん。よし、こいつでどうだ。ダイヤのナイン、テン、ジャック、クイーン、キングのストレートフラッシュ、これ以上の手はねえだろうが。ぐっ、マジかよ。まさか最後の大勝負でそんな手で来るとはな。これが俺様の実力なんだよ。せこい手で何度も引き分けに持ち込みやがったが、これでケリをつけてやる。とっとと手をさらして王子を知れ。ああ、何言ってんだ。負けたなんて俺は一言も言ってないだろうが。ふかしこいてんじゃねえ。俺の手に勝てるとしたらロイヤルストレートフラッシュしか残ってねえんだぞ。そんなもんがそうそう出るはずが。残念、外れた。えっ、ファイブオブアカインド、しかもエースのファイブカードですか。いやはや、まさかこの場面でお目にかかれるとは。ロイヤルストレートフラッシュを上回るかはルール次第だが、どっちにしてもストレートフラッシュよりは上なのは間違いないだろう。ふざけんな、イカサメだ。おいオーナー、てめえ苦しやがってな。とんでもない、エイドスに誓ってありませんとも。それと私が見る限り
レクター様がイカ様を使っていた形跡もありませんでした。ルセ、そんなのが信じられるか。俺は最高の月と勘を手に入れたんだ。こんなふざけた野郎に負けるはずがないだろうが。 お客様、おいおい落ち着けよ。ま、勝負は時の運、あんたの運もここまでだったってことさ。ありえねえ、俺が負けるはずねえんだ。あれを使って俺がギャンブルで負けるはずが。ガンツ、いけない、負けるはずがねえんだよ。うわあ、話せ、話やがれ。落ち着いてください。って、なんだこの力は。ガンツ、どうか落ち着きなさい。おお、あんたらが。どうよ、元気してた。ドンキに挨拶されても。相変わらず、いろいろと怪しすぎです。へえ、面白い子ね。あなたたちの知り合いなの？いや、知り合いっつうほど知ってるわけじゃねえが。で、ストレートフラッシュとファイブカードだと？おいおいおい、なんつう勝負してんだよ。いやー、危なかったぜ。負けたら身ぐるみ剥がされる寸前だったんだけどよ。よくわからないけど、なんとか障害沙汰だけは回避できたみたいですね。話せ、話しやがれ。俺は絶対に負けるはずがないんだ。おお、エイドスよ、一体どうしてこんなことに。だらしないが気のいい、誰からも好かれる男だったのに。町長さん、しかしまあとんでもない暴れっぷりだったよな。まさか俺とロイドの二人がかりで取り押さえる羽目になるとは思わなかったぜ。ああ、正直ものすごい力だった。ねえ、これは率直な印象なんだけど、その人何か危ない薬でもやってるんじゃない？なあ？それはマジかよ。あら、ロイド君とティオちゃんは私と同意見かしら。それはあまり滅多なことを言うつもりはないんですが、可能性はあるかもしれません。バカな、薬物なんてありえるものか。ただの普通の行員だぞ。そんなものに手を出すはずが。でもこちらに来てから半月近く経ってるんでしょ。相当ミラも儲けていたはずだし、そこにつけ込まれた可能性はないとは言い切れないのでは。いい加減にしたまえ。君はクロスベルタイムズの記者という話だったな。憶測で記事を書いたりしたら厳重に抗議させてもらうぞ。ああ、別に記事にするつもりはないんですが。ビクセン長女、念のためガンさんの私物を確かめても構いませんか。ロイド君、君まで。決めつけるつもりはありませんが、いろいろと符合することも多いんです。あの暴れ方、すさまじい力、そして変わってしまった性格、過去いくつかあった薬物事件と似たような反応が見られるんです。それに比べ物にならないくらいギャンブルの腕が上がったのも。薬のせいで知覚が異常に過敏になったせいかもしれねえな。それで相手の心理を読み取ったり、勘が働いてたのかもしれねえ。そうですね、多分私が賭け事をすれば他の人よりも有利になるはずです。ティオちゃん。悪い、んなつもりじゃなかったが。いえ、
気にしてません。町長さん、ガンツさんの名誉のことを気にするのはわかります。でももし本当に何らかの薬物だった場合、このまま放置しておいたらどんな危険があるかわかりません。それは中毒症状に後遺症、まあいろいろと考えられそうね。ええ、薬物による被害で一番怖いのはそこだと思います。わかった、資料が足りなかったようだ。ライド君、お願いする。はい。これは、それはおお、エイドスよ。まさか本当にあったなんて。綺麗な色をしてやがるが、一体どんな薬なんだ。まだこの薬が原因と決まったわけじゃない。ひょっとしたら何か持病の薬かもしれないし。町長、ガンツさんに持病は？知る限りなかったはずだ。もちろん断言はできないわ。わかりました。この薬は一旦こちらで預からせていただいても？ああ、よろしくお願いする。だがどうかことを大きくするのは。ええ、ガンツさんの名誉には配慮させていただきます。ガンツさん自身についてはそちらにお任せしても？ああ、任せてくれたまえ。もし目を覚ましたら改めて話を聞いてみるつもりだ。ええ、よろしくお願いします。はあ、それにしてもクロスベルで薬物疑惑とはね、珍しいこともあるもんだわ。そうなんすか。てっきりマフィアあたりがいろいろ扱ってると思ってたんだが。ところがどっこい、クロスベルで違法薬物ってのはあんまり出回ることはないのよ。何しろ他の犯罪とは違って周辺諸国にも広がりかねない影響力のある犯罪だからね。帝国や共和国からの圧力もあって、捜査一課の手で違法薬物は厳重に取り締まられているらしいの。そしてルバーチなんかもその辺の空気は読んでるわけよ。そうだったんですか。そのあたりの事情は俺も警察学校で教えてもらいました。でもこの錠剤は、青色の錠剤、見た目は綺麗な感じだけど、なんつうかやたらと怪しげな感じだな。ティオ、何か心当たりが？いえ、すみません、ただの気のせいだと思います。でもその錠剤一体どうするつもりなんですか？そうだな、俺たちだけで決めるのはちょっと大ごとすぎるかもしれない。一旦戻って課長に相談しよう。ええ、それがいいと思うわ。ヘイユへの襲撃事件についても報告した方がいいでしょうし。マフィア同士の抗争に加えて薬絡みの事件の可能性か。ったく、とんでもなく忙しくなりそうな気がしてきたぜ。いやー、あなたたちと知り合って4ヶ月になるけど、ずいぶん成長したなって、お姉さん考えに浸っちゃうな。グレイさん、いきなりどうしたんですか。褒めても何も出ませんが。いやいや、マジな話、あなたたちには期待してるのよ。ロイド君のお兄さん、ガイ・バニングスと同じくらいね。そういえば前にも言ってましたけど、グレイスさんは兄貴と知り合いだったんですか？私が新米記者だった頃、いろいろとお世話になったのよね。結局ガイさんの事件については迷宮入りになっちゃったけど、それでも彼の意思を継ぐ部署が警察にできてすごく嬉しかったわ。ね、ロイドのお兄さんの意思を受け継ぐ部署。おっと、これ以上喋ると課長さんに怒られちゃうかな。私も取材があるし、今日のところはこれで失礼するわね。なあ、薬の件については勝手に記事にしないから安心して。それじゃ、バッハホーイ。
ったく、思わせぶりなことを言うだけ言っていきやがったな。ただでさえ考えることが山ほどあるのに。ですね。ロイドさん、ガイさんの話気になります。ああ、いや、確かに気になるけど、どう考えても今は後回しだ。ヘイユへの襲撃、ルバーチェの状況、そしてこの青い錠剤、一通り課長に報告した上でどうするか検討してみよう。はい、ええ、わかったわ。よし、それじゃあとっとと支援課に戻るとしようぜ。